もう連打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 。こんばんは、オミチューブです。本日の動画はファッション動画やっていきたいと思います。インスタ X のポスト集お届けします。過去動画もぜひご覧ください。概要欄コメント欄に記載します。それでは本編どうぞ。本日紹介するメンバーはこちらの6人となっております。早速見ていきましょう。どうぞ。まずはケンジロウです。こちらは9月27日に撮影されたインスタの画像となっております。こちらのシャツは90年代のレッドホットチリペッパーズのミュージック T シャツです。お値段は。続いてガンちゃんです。こちらも同じく9月27日に撮影されたインスタの画像となっております。こちらの靴はナードマインドのシンクボアとなっております。お値段は。続いてリュウジです。こちらも同じく9月27日に撮影されたインスタの画像となっております。こちらのピアスはフェンディの5ピアスとなっております。お値段は。続いてこちらのブレスレットはフェンディの5ブレスレットです。お値段は。続いてこちらのリングは同じくフェンディの5リングです。お値段は。続いてこちらのカバンはフェンディのブラウンバフレザーバッグとなっております。お値段は。続いてガンちゃんです。こちらは10月4日に撮影されたインスタのストーリーとなっております。こちらのトレーはナードマインドのレザートレーとなっております。お値段は。こちらの商品はシリアルナンバーで100個限定なので現在は売り切れになっております。購入できた方はぜひコメント欄で教えてもらえるとありがたいです。続いてエリーです。こちらは10月4日に撮影されたインスタのストーリーとなっております。こちらのニット帽はモンクレーのパッチビーニーです。お値段は。続いておみさんです。こちらも同じく10月4日に撮影された X での動画となっております。こちらのアウターはバレンシアガのポリティカルキャンペーンコクーンパファーです。お値段は。ちなみにこのトークショーを見られた方もぜひコメント欄で教えてもらえるとありがたいです。続いてもおみさんです。こちらは10月8日に撮影されたインスタの画像となっております。こちらのバッグは、
おそらくエルメスのウォータークロア55かなと思います。お値段は。続いてケンジロウです。こちらは10月10日に撮影されたインスタの画像となっております。こちらのパーカーはハイファイブファクトリーの HFF ロゴスウェットフーディーです。お値段は。続いてオミさんです。こちらは10月13日に撮影された X での画像となっております。こちらのサングラスはエフェクターのハーモニストフルアップです。お値段は。続いてこちらの画像です。こちらはインスタの10月13日の投稿となっております。こちらのシャツはサンローランのシルククレープサテンシャツとなっております。お値段は。続いてナオトさんです。こちらは10月15日に撮影されたインスタのストーリーとなっております。こちらの時計はスタジオセブンとカシオのコーションロゴ G-SHOCK DW5750 となっております。お値段は。続いてもナオトさんです。こちらは10月15日に撮影されたインスタの画像でオミさんとのツーショットとなっております。こちらのパーカーはスタジオセブンのサークルコーションカットオフフーディーとなっております。お値段は。ちなみにオミさんのパーカーはアクネスタジオのブラックフェードフーディーとなっております。お値段は。以上3代目ファッション動画でした。